誰がふんころがしですか、うちにはちょっと僕、そんな,ことなどこを持ってふん、ん時々顔が虫に似てるとか言われますけど、本当ですよ、ええここの野郎今日の大阪の日の入りは午後5時14分です。 近藤さんと絡みますとどうしてもの口調が厳しくなってしまったりこう普段放送では絶対言わないようなこう単語が出てきたりしてしまいますのでこれは絡むだけそんなのじゃないかなという気分が最近してきておりますね先週はそれがなかったんでかっったたでで良んすけどね。 皆様こんにちは MBS アナウンサーの福島信弘ですこんにちは MBS アナウンサーの関岡香織です平日と週末が交差する金曜の夕方2時間ばかりのリラックスゾーンをご提供します福島信弘の金曜でいいんじゃないのお時間がやってまいりました ふんころがしと近藤さんに呼ばれま福島ふんころがしというふうになんか国会みたいなふうに言われましたけれどもね。国会ではないけど。福島ふんころがし役役職みたいなふうに言われました。何をもってそう言ったのかちょっとよく意味がよく分かん流れの中でなった。そうでしょうね。近藤さんもあんまり考えないで喋ってますよね。もうね。いや、多分。でもこんちゃんはここ十年ぐらい多分。いや、というかねこんちゃん前一緒にやってる時にいつもおっしゃってましたもあ、なんですか。いやもう別にね俺考えでへんねやと。 <laughs> なぜか知らないけど <laughs> 頭の中に言葉が生まれてくるんやっ,おっしゃって。ましたよ何か対象を描き出すために喋ってるんじゃなくて、うんうん、もう頭の中に浮かんできた単語をただ出してるだけってことでしょ、うん、まあというかそうですねこれはもうそれでコミュニケーション成立したりそのなんてうんですか、うん、コマーシャルがついたりしてくれてる現状っていうのはこれも天才としか言いようがないじゃないですか。うん、言葉がでね どんどんだからいくらこっちが理屈で理論で武装してそうそう。 なんか、こう、急所を突こうとしたって、ひるまないってことでしょ。うん、そうです。知らんーな,あなあで,で、終わるって。そうそうそう。そんな、そんなずるいですよね。もう、立ち位置できない、全く。<laughs> フンコロガシは、どういうことだったんでしょうか。フンコロガシは、でも、よく頑張ってるんですよ。そうですよフンコロガシは、フンコロガシでね。日本には、あんまり、いないのかな。いる、いるんですか。あんまり、見かけないと思います。なんか、エジプトとかの、イメージがありますね。砂漠地帯とか、の、ラクダのフンを転がしているイメージがありますけど。<ー>同じ、仲間では、あの、センチコガネっていうのがいてね。おお<ー>。あの。 奈良県にいるんですよね。へえ、奈良県。グリセンチコガネっていうね、青色のすごく綺麗な。大きさで言うと、多分体長で言ったら、4ミリとか5ミリ、1センチぐらいですか。多分ちっちゃい、やつはいるんですよ。研究してんの、いや、粉中っていうジャンルがあるんですよ。粉中。そうそう、虫で、動物の粉を分解するね、粉中っていう。で、奈良県に奈良町粉中館っていうところがありまして、そう、この粉中だけを展示してるね。へえ。 場所があるんですよ、ね。<ー>奈良町ってあのー、町屋の綺麗なね、うんはい、町並みが有名ですけど、はい、そこにあってね、博物館じゃないんだけど、うん、個人でやってるんですよ。蚊虫、うん、が大好きなおじさんがいて、うん、それを集めて展示してて、結構カップルがね、あのー 糞虫見に来たりするらしいですよ。え、そうふちゃん取材行ったの？これはね、あの以前どうぞお構いなくっていうね、もう終わった番組があるんですけれども、<ー>それに一度ゲストで来ていただいて、お話を伺ってとてもなぜ奈良県はあんなに鹿がいて鹿が糞をするのに奈良公園はあんなに綺麗なのか。これはルリセンチコガネというこの糞虫ちゃんたちがですね、糞転がしの仲間がこの鹿の糞を分解してくれているからなんだ。ん今時あの 蚊虫がいなかったら、奈良公園はもう鹿の糞だらけで、はもうお散歩なんかできませんよっていう話をしましたので、してたので、まあ確かに私はこんちゃんの言う通り、まあどっかでこう MBS の糞転がし的なね、この余ったり、<laughs> 何を掃除してるの。 掃除 <laughs> しまくってますよ、入社以来10年間、ずっと私は、MBS ラジオのなんかこう、空いた枠とかですね、そ<う>えとりあえずあの残り物をり組み合わせて作り上げられた番組とかですね、そえコロナで一旦空いた枠とかをですね、い、え、ろ、ー、んな企画とかで埋めてきたという、そういう意味ではこう掃除屋みたいなところがありますので、でも、でも面白い企画をね、その中でより良い番組放送をというのでやってきましたので、あながちこう、ね、ふんころがしと呼ばれてもまあ間違いではないのかなっていう。そうか じゃ、まあ、今後は、ほんころがしと。そうですね。ほ <laughs> んころがしとして、生きていこうかなっていう。<laughs> <で> <laughs> どういう決意を。うう意何を固めているのか、ちょっとよくわかりませんけど。あと、さっきこんちゃんの番組の中で、あの、宮崎美子さんの話、なんか、ちょっと出てましたね。あ,でしたねあの、ビキニ姿を。披露したってね、コマーシャルで。ね、ね<ー>話題だったという感じですけれども。それに関連して。 東大阪の布施の渡吉さんいつもメッセージくださいますが、えー、カレンダーの水着姿宮崎美子さんはい、はい、勇気をもらったとそこで関岡さん<は>ここはぜひ宮崎さんに対抗して <laughs> MBS アナウンサーカレンダーとは別に「<laughs> 関岡香織美魔女カレンダー」を発刊してください怖い怖い怖いわそれ7700円でも買いますってあ買ってくれる 7700円でもあ、うん、嬉しいわねこれ結構ないいお値段ですよいいですそんな七7 0 0冊ぐらい作ればそれだけでももう,もうそれだけでもひ財産続けますはけるかな100冊もう伏せの私さんを買うって言ってますうどん,うどんパンチ野郎さんっていう群馬県高崎市の方は、うんえー、宮崎よし子さんは関岡さんよりも年上なので関岡さんも全然いけるはずです <laughs> いやいやいや何なの来年のカレンダーを楽ししみにしていますい何の説得なんですかそれは <laughs> 関岡さん今ものす,ものすごい数のもうこれはもうあくまで氷山の一角たった2枚しか今日はちょっと時間の加減で紹介できませんけれども,たた <laughs> もう乾いたティッシュをお送りしますけれどもお二人にはもう関岡さんのもうビキニカレンダーが欲しいというお声がものすごい量を届いてますでもこの間ほらあれじゃないですか ハワイにね家族旅行で行ったと、うん、何,何十年ぶりでしたかそう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 ,そ,うその時に水着を着なくてはいけないからって言って一応ね一応肌出すからだけど別にビキニじゃないもんえビキニなんか着ないよなスクール水着みたいなやつ着すかワンピースワンピースの形そうそりゃそうよワンピースでもじゃあさ だってビキニで7700円で買うんだったら、うん、ワンピースだったらまあそん,な,そんな,なんかあるわけないじゃないですか多分それはあるんじゃないですか関岡さんカレンダーはちょっとまあ水着はちょっとねさすがに。 ご本人の許可を得てですけれど私が一旦土下座してのことになるんですけれどもでも私を撮ろうと思って、はい、やっぱりもう篠山信さんばりの人じゃないともう綺麗に撮れないんじゃないかなって <laughs> 心配だわそれはカメラを選びますかね <laughs> あそうですかどうだろう <laughs> いやいやでもやっぱ素材がいいから何を言って私がその辺のデジカル <laughs> その辺のカメラで撮ったところでも十分綺麗ないいカレンダーまあ関岡さんのカレンダーはちょっと私がじゃ個人的にちょっと作ります マジはいもう来,あ<ら>来年に向けてあららちょっと赤岡かおりカレンダーをじゃあ私が分かりました<ー>もう自費で作りますのですごいへえこれはもうちょっとこれだけ需要があるということは一旦市場調査これで出してみてどれぐらいこの欲しいという方が出てくるかまあまあ、ねうん、でもちょっとあのビキには,はビキにはちょっとこれは私が土下座した姿を見て考えてください <laughs> ちょっとそこで私がものすごいもう土に穴掘って土下座しますのでそれを見た後の判断ですね<ー>関岡さんがそれじゃあもうえってなるのか、ね、それでも私はというのかはちょっと分かりませんクラウドファウンディングの手もありますよ<ー>クラウドファウンディングをして関岡さんを説得するお金を皆さん出してくださいっていうので積み立ててやるという手もありますけれどもまあ一旦私が土下座をするという形でちょっと交渉なん,なんでこんなに私が熱くなってるのかちょっと意味が分かりませんけど。 来年もちょっともう時間もないですし進行しなきゃいけないんじゃないの来年の1月になんとか間に合わせるよう来年の1月まあ来年まあ再来年かまあちょっとどっかでちょっと関岡さんのを特集したカレンダーをちょっとじゃあ私がフルカラーで作ることだけはちょっと公約といたしましょう白黒でいいよ白黒か白黒は白黒でいいかもしれないそうなのよ白黒って結構綺麗に映るのよねね。なんか雰囲気あるとじゃあちょっとわかりました 私の知り合いのカメラマン何人かちょっと当たってみますんで、ちょっとただで撮ってくれる人ちょっと誰か探して。本当にやる気?。これはもちょっと、もうやらないと。 あら、うん、宮崎美子さんに負けてる場合じゃないですよ。いや、何を言ってんのよ。こんなもんね。怖い怖い関岡さん。ゆうても局アですからね。そうですよ、よ別に、あの、水着はいいです。だから、逆に,に。どどどどっちでもいいですけども。<laughs> 関岡さんのカレンダーはなんか欲しいという声が、ちょっと出てますので。<laughs> ありがとうございます。これは、私が、まあ、ちょっと、なんか、考えます。やり口を。はい、はい。というようなね、ことで。 ふんころがしの話題から関岡さんのカレンダーまでなんでそんなふうな流れになったの幅広く本ねじゃあまたもう一筋別の関係ない話をしますと以前私今日なんか天気悪いですよねお天気ちょっとまあまあ雨降ってましたけど今ちょっと上がってはいるけど曇り空昨日もなんか天気悪くて昨日ちょっと出かけていたんですけれどもあの京都にちょっと昨日はね行ってたんですよ京都に京都にちょっと人多かった そんななででもないです、ね、まあ平日ですし、ね、やっぱりまだか、まあ、ちょっと観光客の方戻ってきたっていう話も聞きますけどまだこれからという感じでしょうかね GoTo トラベル GoTo イート <to> で,し Go to eat で、まあ、少しずつ戻りつつあるんでしょうけれどもやっぱり京都はね魅力的な街なんだけどお客さんがなかなかまだ来られない、まあ、海外の方がね,、うんまあ、ねあれだけ来ていた街ですから。そこがやっぱり大きいわね、うん、その京都に、まあ ちょっと久しぶりに行きたいなと思いまして、行ってきましてね。昨日ちょっとね、私はあの新しく買った靴で行ってきたんですよ、京都にね。新しい靴。何それ。新しく買った靴はね、あの雨の時にも対応できる靴をね。お、防水の。買ったんですよ。私はあの、日々スーツで生活をしているので。あまり、ね、その靴と言っても革靴ばっかり。そうだよね。で革靴で歩くとね、やっぱどうした雨の日は。そう。 先端のの縫い目ところから水が染み傷んじゃうしね傷んじゃうで靴下もビシャビシャになったりとかして嫌だったんですよで前関岡さんに相談したんですよねんか「雨の日でもいい靴ないですかね?」って言ってたら「そんなあるよ」って言ってそうそう防水の靴なんかいくらでもあるよ探したらいいじゃないみたいなこと言ってくれて確かになと思ってで私もちょっとしばらく探してたんですよで男性用のね 雨の日に履ける靴っていろいろ探したんだけど、なかなかねこう気に入るのがなかったんですよ。やっぱりデザインがね、いろそうそう。うんかといってこうゴム長みたいな履くのもちょっとね、なんかねこうおしゃれなんですよね全部ね。おしゃれすぎちゃって、ああそうなの？もうちょっと可愛かったりするんですよ。あ、そうか。かそれはちょっとなんかちょっと自分の中で違うなと。へ<ー>質実合計を胸とする私としては、<う>なんかちょっと違うなと思っていた時に、うん、この間所要でホームセンターに。 いい靴見つけたんですよホームセンターでこれがですね緑安全が作っている厨房シューズコックシューズってやつですねはいはいはいこれがですね防水で太油油にも強いだから雨の日も滑らないあいいじゃないで見た目はローファーみたいな形してますからそんなに違和感がない へ今日も入ってきているんですけども会社に入ってきて誰も何も言わなかったあじゃあもう全然問題ないということじゃないこれはですね私はもう証明しましたので是非、はい、スーツを着て仕事してる人、うん、で普段なかなかこう雨の日の革靴で困ってる人コックシューズいいですよ コックシューズ通勤を私はおすすめしますこれちょっと後で写真撮ってさあまたあのツイッターにね今日の関岡さんのファッションもね大事ですけど私の靴もねこれはもうぜひとも載、ね、せておきますんでちょっと見てください、うん、私はもう最近そうそう雨の日はもっぱらコックシューズ通勤をしています <laughs> みんな全然気づかない。えでもよ、可愛いよね。そうでしょう。おしゃれ。あのシンプルだから。れはそれでふっちゃんだからこれ。シンプルだからね、うん、結構可愛いんですよ。合うね。何人でも合いそう。最近通勤するときにあの飲食店の前通ったりとかするとね、うん、あの同じ靴を履いてる人がね、こうなんか作業してたりとかするんですよ。うん ちょっっとと嬉しいで仲間だと思ってね <laughs> 向こうはでもま,まさか私が履いてるとは多分思ってないけれどもねそうなんですよこれ<ー>今ちょっとみんなおすすめしていこうかなと思ったりもしているんですけれどもまあそう雨の日に昨日と、まあ、京都に行ったんですけどそれを履いてそうこれ履いてね、うん、雨の日はいつも移動してるんですけど京都行っててでね何をしに行ったかと言いますとちょっと前に話したかなちょろっと出したかもしれませんが、うん、あのね舞妓モダンというあ。はい、はいい 展覧会が行われてるんです、うんうん、でこれはですね今何ていうか割と注目の展覧会で、はい、まあ京都といえば舞妓さんそうですよ、ね、というねイメージやっぱりありますよね。大体京都のことを紹介するポスターとか、うん、冊子チラシ見てると絶対舞妓さんの挿絵とか写真が載ってますよね。ねやっぱりねズバリそののさんというものを、うんうん 人たちを描いた絵とか、写真などを展示している。今までね、そういう展覧会って実はやってこなかったらしいんですよ。うん、意外と。へえ<ー>、うん。それがね、今で、ね、行われてるんです。長い歴史の中で。はい。京都文化博物館という、もともと銀行だった、うん。 レンガ作りのね非常におしゃれなシックな建物があるんですけどまあその横に増築するような形で新しい建物も建っていてで普段も特別展以外にもいろんなねもともと持ってらっしゃるようなその京都文化博物館がもともと持っている展示をしている常設展も結構見応えがあったりとかあとはまあ京都は映画を撮影し続けてきたという歴史もありますので白黒映画を見せてくれる。 展示をしたりとかねすごく精力的にやっている<ー>そういう博物館があるんですけど、はい、そこで今特別展展、うん、マイコモダンという展覧会が開かれてるんです、うん、でなんでこれを見に行ったかと言いますとですね、うん、実はですねあのこういう博物館とか美術館とか美術展なんかに行きますと、はい、音声ガイドっていうのがありますね。うん あれ助かるのよね,ねなんかよくわからないでただぼーっと見るのもなんだなと思ってねやっぱいあるといい。それはもちろんね本当だったら学芸員の方が横についてくださって、はいうん、ツアーのようにしてずっと説明してくれるのが一番いいと思いますけれどそ,ら、ね、それは学芸員さんも忙しいですからなかなかそういうこともできない <laughs>、うん、そんな贅沢なことはできないけれども。 その代わりに音声ガイドという耳にイヤホンをつけましてね、はい、でちっちゃな機械を手元に置いて、うん、絵の前に番号が振ってあるんですねうん、うん、でその番号のところをスイッチポンポンと押して再生ボタンをピッと押すとその絵に関する解説がずっとこう流れてくるわけですね。それを聞きながら見見るとと絵の見どころとか この絵を描いた人人はどんな人なのかえこの絵の絵モチーフとなっているものは一体どういう歴史的背景を持ったものなのかというようなことが説明されるので、うん、まあ普通に美術館博物館に行くと見飛ばしてしまうようなところまでしっかりと楽しむことができるプラスこちらの舞モもン店の場合は600円なんですけどちょっとお金を払えばプラスですよ入場料と別に。うん、お金払えば まあ逆に元が取れると言いますか、ね、いやそれはやっぱりそういうなな、まあ、奥深いですから、うん、知りたいですよねそういう内容やっぱりちゃんとその絵の背景を理解して見るのと、うん、なんとなくこうああ綺麗ね、うん、ああ素敵ねって言って、まあ、お茶しましょうかみたいな風に見る方法ももちろんあるんだけどそれよりもやっぱりこうね今日一日が充実するというものがあるわけですが、うん、この音声ガイドというもの わこ,これをね録音するっていなかなかこれはねまあそ,、ね、そりゃそうだろうねやっぱりそれなりにこの,だってあの有名人の人も結構なさってたりしますよ,ますよこれをやってたりするんですねこれ,これをねなんとね,ね私がやってしまったということなんですね。ちゃんやっちゃいましたかこのマイコモダン店の人たちがどうしてもと。 もう言って聞かないんだろうと思うんですね <laughs> おそらくご指名だったわけです、ね、ああもうこれはもうどうしても福島さんでという声がかかったんだろうと思うんですね、うんうん、だろうなんだ,だろうというそこら辺はちょっと確認は取ってませんけど <laughs> ちょっと馬野さん聞いてみようか <laughs> <laughs> 私と西村麻子アナウンサーってね、はい、今ミントなんか出てますけど 2>,、はいはい、2人で掛け合いでやってるんですよ、はいうん、なかなか楽しかったんですよ なかなかねね<う>これねアナウンサーやっててもねまあそんなしょっちゅう回ってくる仕事じゃないんですよねすす、うん、西さんとかやったりしたことあるかなやっぱりね夕方のニュース帯でやってると、ね、なんかちょっと文化的な匂いがしますもんね <laughs> な,なんか西さんが言ったらまあちょっとまあ見とこうかみたいなことになるんでしょう <laughs>、うん、そこら辺を利用しての温泉ガイド<ー>これありますけれども、ね、ついに私のところに回ってきましたね,したね文化的香りが漂うどうしてもねもう文化人枠に半分足突っ込んでる ね誰が言ったそれ文化的な香りがにじみ出ちゃってますのでねしょうがないかなっていうそう文化的な感じでコックシューズを履いておりますんでねまあそうやっぱりねしょうがないかなっていう気がしてるんです初めてやりましてそうですよねもう本当足の指の先のね小指あたりがピッとこうついてるっうでそっちこれはだからやっぱりちょっと見ときたかったんですよ聞いておきたかったどんな感じなのかっていうのをねせっかく撮ったんだったそうなんですうん自分としても初めてだからでしょ 以前それこそ日さんがやったゴッホ展のってつながっありましたありましたそゴッホのねその吹き替えみたいなことやるんですよ、うん、私はこの家に住んでみたいなのをこうさんがやってるっなんかそういうのを聞きに行ったりとかしてたわけです、うん、先輩の仕事だったからと思ってい,、ね、いやそれは私はそういうのちゃんとしますからだからいずれ回ってくるだろうと思ってたわけねいや これはなかなか来ないかなと <laughs> やっぱり来るかもしれないけどまあ向こう10年どうかなみたいに思ってた <laughs> 思ったよりも早かったやったきたんですねでそれをこの間 MBS の中にありますスタジオで録音しましてそういうら専門の人がいるんですねこう,こう音声ガイドを取ったりする、ね、人たちっていうのがうちのまあもちろん人間も入ってましたけどそういうねこう原稿ちゃんと書いてくれる人がいて よろししくお願いしますみたいな<ー>あのいい感じで読んでいただいてみたいな感じの人が来て、ね、<laughs> でそれをこう読んで、はい、まあ一応この画家の方はどういう経歴の方ですかみたいなことを長く聞いたりとかして<ー>一応こういう,そう、ね、自分の中のこう気持ち入れたりとかして世界を作ってった、はあ、世界を作って読み上げましたその録音を聞きたくてここ行かないと聞けませんから、うん、それは当然そうですね。うん 行ってきたんで,すよ、うん、でまあただ私の音声を聞くだけではやっぱり手前味噌で終わってしまいますから、うん、ここはですねちゃんと学芸員の方に来ていただいて<ー>上田さんという植物の植というねこ、うん、の上田さん,上田さんはい、はいえー、女性の方でね関東のご出身の方らしいんですけど<ー>その学芸員としてこっちに勤めるようになったという方らしいんですけどねこの方に横にいていただいて、うん、まあ自分の音声ガイドも時々聞きながら主にこの上田さんの説明を聞いて。 でこの企画自体はもうこの上田さんが考えたらしいのでいろいろお話を伺いながら見たんですよ、えーね、これ皆さんもねぜひ言っていただきたいんですけどなんでそもそも「舞コモダン」という展覧会をやろうとしたのか、うん、美術展とか博物館の展示っていうのは、まあ、もちろんそれぞれの展示によって違いはありますけど大体いつ頃から準備するのか。 あんまり考えたこととないと思うんですけどそうです、ね、まあなんとなく時間はかかるんだろうなっていう気はしてますがうん、うん、このマイコモダンに関しては企画段階から始めると3年前から準備してるんですってもうそんな前から準備をしてはーはーマイコモダン展というのをやりたい。 っってなったらじゃあまあそのどういう展示をやろろろうううかといいい調べますわね、うん、どういう絵がまずあるのかなどういう画家が描いてるのかなかと専門家というと専門でもないですからいろいろ調べてで、うん、あなるほどこういう絵があるんだ<ー>じゃあその絵を持っている博物館美術館、うん 個人の人のに連絡をしてすみませんけどもいついつの期間でこの絵をどれぐらいの間貸してくれませんかどういう展示をしますので貸してくださいませんかっていうのを交渉するっていうのを2年ぐらいかけてずっとやってくんですって。かかですよでねそのさっきもちょっと言いましたが京都の美術展で舞妓さんの絵っていっぱいあるからそれを。 展示した展覧会なんて過去に何度もやってるような気がするじゃないですか。うんまあね、それはやってたんじゃないの これがね、ほとんど過去にないんですって。うん、ええーうん。というのはですね、舞妓さんっていうのは、まあ、江戸時代ぐらいにはもうすでにいたらしいんですよ。うんうん、江戸時代のいろんな作家とかね、はいえー、当時のその、まあ、風俗的なことを研究している人たちって、江戸時代にもいたんですよね。はいえー、で、その人たちが書き残した文章の中で、江戸時代のまあ、初め頃とか半ばぐらいにはもうどうも舞妓さんという存在はいたらしい。もともとは、 お花見とかもみじの綺麗なところとかにはお茶屋さんが出ますわねお茶を飲みに行く本当にお茶屋さんですよ今言うお茶屋さんじゃなくてお茶を飲みに行く場所お団子食べたりとかそういうところにはお給仕をする係の人がどうしてもつきますよねお茶を入れてそれを持ってきてくれる女性の人がいたりするまあそう娘さんみたいな人が大勢いた。 この人たちがお客さんをもてなすときにお茶を出すだけではちょっとよそとの競争でね、うん、勝てない<ー>、うん、お茶ばっかり出してても普通のお店だからそそ、ね、その立地がいいところにどうしてもお客さんが行っちゃうから、うん、どうしたもんかなとこう考えるわけですね、うんうん、そうするといいお団子をつけましょうかってことになってくるんだけど、うん、お団子もやっぱり結局まあ限界がある、うん、そうなるときれいな娘さんが素敵な踊りを見せてくれるとなると今度はお客さんがつくわけですね客引きののための、うん この女性のお茶を出してくれる人<ー>お茶を出した後踊ってくれる、うん、お茶を出した後素敵な歌を聞かせてくれる人、うん、っていう人たちがだんだん専門化していって<は>で舞妓さんということになったらしいですねあそもそもはそこからだったんですか、うん、舞妓さんって今日特に京都祇園のあたり とかまあ、今もね五花街ってありますけれども、ね、そういう観光地とね隣接しているところが多かったりしますけれども、うんそ,うね、そういう舞妓さんとか芸妓さんという人たちっていうのはそういうふうにして出来上がっていったものなんですって、ね、お客さんに来てほしいからそれがさらにこう高度なプロフェッショナルの技が身につくようになってきてうう踊りをこうどんどん極めてくる人たちが出てきて接客というものを極める人が出てきてっていう形で今の。 この舞妓さん芸妓さんの文化っていうのは出来上がっていったそうなんですねでそれがどうも江戸時代の、まあうん、ぐらいにはもう完成していたのであろうというふうに言われてるただこの、まあ、芸妓さんというふうにね広く言いますけれどもはい、はい、中でも舞妓さんを絵に描くっていう習慣ができたのはね、うん、これかなり後になってかららしくて明治の20年代ぐらい以降らしいんですよあら そううなんだ明治でももう後半の江戸時代のねその後半ぐらいにはなんとなくこの芸妓さんとか太夫さんと呼ばれる人たちを描くっていう文化はちょっとあったらしいんですけれども 画題としてこれね絵をあんまり普段美術館とかに行くのが趣味じゃない方はどういうふうに絵を見ていいかわかんないかもしれませんがあのまず描いた画家はどういう人かっての知っとくと面白いですねそれからえその絵の描き方としてどういう描き方どういう技がそこに光ってるのか絵を描くのにどれぐらいお金かけてるのか後ろにこの金箔を貼ってるのか絵の具のいいやつ使ってるのか六章とか群青とか使うとお金かかるって言いますけどね金泥とかそういうのを使ってるかどうか。 いうこれ大事になってきたりするんですけどもモチーフとして何を描いてるかこれがやっぱり大事なんですよ見とくとねそれまでの日本画っていうとやっぱり吉祥というおめでたい絵ですね富士山を描いてみたり松に鶴が止まってる高砂の上におじいさんとおばあさんがお掃除してるみたいなねああいう絵があったりとかそういう伝統的な基本的な画題「花鳥風月」ってあるわけですけれどもそこから舞妓さんに 行く目が舞妓さんに行く舞妓さんを絵にしてそれを鑑賞するっていう風になったのはどうも近代以降の話なので実はこういう舞妓さんをテーマにした絵っていうのは数がそんなにたくさんないなので舞妓さんをテーマにした展覧会って今までなかったんだっていうのが今回明らかになったんですね。 綺麗もんマイコさんって若くて綺麗しだらりの帯で賑やかで髪の毛もね描こうと思ったらいくらでも描けるような感じがしますけれども実は明治時代以降のことだったんだということがわかるんですねでね、江戸時代のマイコさんっていうのはねかなりね若いらしいんですよ江戸の末頃の本に書いてあるらしいんですけどマイコと呼ばれるのはだいたい10歳から18区ぐらいの女の子のことをマイコ まだ小学生じゃないそうそうそうだから私たちが頭にイメージする舞妓さんっていうのは大体まあ高校卒業したぐらいか中学卒業したぐらい18区から<う>かなっていう形、うん、そこそこ、うん、か,なかなっていうイメージありますけれども、うんうん、そうじゃなくて、まあ、今回展示されている映画絵を、ね、描いた画家の人たちがそのモデルにした舞妓さんたちっていうのは大体10歳とか12歳とか13歳ぐらい今の中学生ぐらいの女の子の姿を 描いていてるんですってはい、あ、そんな若い時からでもまあ考えたらお茶屋さんでね、うん、娘さんとしてってもしかしたらそうだったのかもね。でまあ、なんとなくこう、ね、舞妓さんをその明治とか大正時代とかにやるってなると。うんうん ちょっとこう農家で貧ししいい思いをして<ー>そこの次女とか三女みたいな女の子がこう身売りをしてっていうようなイメージにどうしてもなっちゃうかもしれないんですけどもうん、うん、どうもねそうでもないらしいじゃないのどうもう奥家さんの出の人とか<ー>武家の出の人とかああそうなんですか。そそこそこちゃんとした家の人 まあそれなりの教育を受けられるんじゃないかという別にお金に困ってるっていうわけじゃないのにっていう人たちがそこに舞妓さんになっていたりとかするっていうのはね結構ね早い段階からあるんですって。ということはある意味もその芸をやっぱり極めるために磨きたいからい、ね、ある種ステータスみたいなものもちょっとあったみたいですね。<ー>今回の展覧会で展示されている絵の中でね「かよの像」っていう絵があるんですよ。 ほうこのちょっと今手元に画集がありますんでちょっと見せますけどこラいうかよさんっていうね有名な舞妓さんがいるエラっていうのは名字ですねエラかよさん,いう、うん。でねこの人はねすごく人気があったらしいんですけど明治時代の頃から大正ぐらいにかけての方らしいんですけどねあの木戸光院とか西園寺金ち はい、元総理大臣、はいはい、それから伊藤博文、はあ、とかいったですねもうそうそうたる人たちがこのかえらかよさんにはもう入れ上げちゃって、はあ、ほんでもううちの制裁になってくれ うちの奥さんになってくれっていうので、えー、もう引っ張りだこになっちゃってで最初西園寺金持というねもう有名な人ですけど西園寺家の西園寺金持がこの佳代さんをですね制裁として東京に連れて行ったんですけど、うん、この西園寺家は代々制裁を迎えないっていう文化を持っている家だったのでちょっとうちではダメですよって家族に反対にあっちゃって、えー、奥さんになれないってなって、えー、そんじゃあじゃあ俺がっていうので伊藤博文がじゃあそのうちのとこにおいでって言ってものすごく当時高かったそのヨーロッパから来た犬を買い与えたりとかですね。えー ものすごく高い着物を差し上げますとか言ってあげたりとかしたんですけどそれもなんかあんまりうまくいかない私嫌だわみたいな感じになっちゃったで最終的には豪商の三井家に嫁いでものすごく幸せに最後を迎えたっていうね平川さん平川さんっていう人の絵があるんですよ ちょっと怖いんですけどねいやちょっとやっぱりね、まあ、あの舞妓さんなので白塗りされているのでっっかつ当時の洋画の技法で描いているので、ね、ちょっとリアルすぎて宇宙人みたいになってるんですけども、うん、どちらかととちょっと顔色がお悪いみたいにななそうむちゃくちゃ見てこの人唇がほら緑でしょ <laughs> あっそ,それだだからだわそうなんですよ本当、ね、舞妓さんでしょだって。 そうそうそううなんです、うん、だからこの「マイコモダンテン見る」でもう一つ大事なのはね、うん、このね緑の唇っていうのにもねちょっと注目してほしいなってのがあるんですよ。<何>真っ赤な口紅じゃなくて緑の唇<何>このね今唇が、うん、まあ深い緑色してるんですけどす、ね、これね当時の口紅ってね、はい、高級な口紅を厚ぼったくぐっと塗ると。はい 真っ赤じゃなくて、ね、少し緑色に光ったらしいんですよ深い緑色にった光ったらしいあなのでこの緑色の唇紅を塗っているということはそれだけ高級なお化粧品が使えるんです私はとなるほどその証明だそれだけのレベルの高いお客様が私にはついてるんですよと<ー>逆に言うとその辺の安客には私はつきませんよということになるわけですね<ー>というステータスなんですってあっそう、うん ほからこれ、まあ、他にも、ね、森関西という人が日本画で描いたこれはこれは、ね、おそらく芸妓さんの絵ですけれども、うん、この唇もよく見るとちょっと、ね、紫色なんです若干そうだわこれもやっぱりいいとこの舞妓さん芸妓さんということなよね<ー>これは岸竹道という有名な人ですが、うん、この人がつけている口紅も緑色これ,も緑これはやっぱり、ね、それだけのレベルの高い人がついてくれていて。 という人気の人だったんですね。はあ、うん、面白い。当時の言ったらそれだけ東京のめちゃくちゃ有名なこの政治家の人とか、うん、まあもちろん財界の強い人とかがこういう議論とかまあ他の ににも遊びに来ていいいたとととうううここですよねういうことやねそや、うん、わざわざそこで交流をした人たちっていうのはやっぱりそこで政治が動いたりとかまあ芸術の世界大きく動いたりとかもしたんでしょうけども他にもですねもう取りつかれちゃった人っていっぱいいてあ舞妓さんの魅力に、うん、で今ね京都で祇園、まあ、で代表的な春の風物詩といえば。 都踊りっていうのがありますよね。これも都踊りっつったらもう京都の伝統的な芸能で、うん、もみんなお弁当を食べに行ったからね。そええ、もう。 都踊りが見たくて関西に来るっていう人たちもいっぱいいると思いますけれどもこれね都踊りが始まったのもね割とね最近の話らしいですねこれがね明治5年ぐらいの話らしいそうなんだ明治に入ってからの江戸ではなくつけ博覧っていうねイベントの一つだったんですって昔ね京都博覧会っていうイベントがあったんですあ聞いたことありますよねそそれこ明治維新があってで まあその京都の街もだいぶ近代化を一気にしていくっていうのがありましたね今の岡崎公園のあたり、はい、平安神宮なんかもそうですが平安神宮も一つ京都博覧会の展示の一つだったわけですからね昔の京都京都の中の平安京をミニチュアサイズにして展示したっていうのがあの平安神宮のもともとの誇りですからねそれから京都植物園はい、はい、え京都動物園あの辺もそうですね 言ったらこう京都が一気に近代化したのがこの京都博覧会っていうイベントだったわけなんですけどもこれに付随するイベントっていうのがいろんなところで行われたんですよんこれを付け博覧というらしいんですけどでいろんなイベントが行われる中の一つにこの祇園の今のまあ神戸ですわね祇園、はい、の芸妓さんとか舞妓さんの人たちもですねうちもなんかしましょうということになったわけです。ここれなななんでででやるとととにっったたたかかいいいうと当時ののの京京都都、まあ、今で言ったら不知人みす 政政治を担担当当すする行政のの者人でが、まあ、京都でちょっといろいろイベントやんなきゃいけないからちょっと舞妓さんたちとか芸妓さんたちでもなんか一つやってよっていうことを言いに来たわけですね。言ったら行政とそういう,こうお茶屋とかそういう,こうお遊びどころっていうのは本来江戸時代ぐらいまではもう別々。 一緒にしちゃうっていうのはそんな下品だっていうふうに言われちゃってたよう、ね、な<ー>人たちですよそんなあんだけ綺麗なね<ー>踊りとか歴史のある人たちなんだけれども、うん、なかなかその行政っていうのはそこを認めなかったむしろ規制する側だったんだけど、うんうん、万国博覧会をやるってなった時にお客さんとして来るのはもちろん日本人もそうだけど外国の人ですよね。そうかで外国のののの人人たたたちちに受けがいいのは何だろううっって考えたらそもやっぱりこう、うん 不調、ね、の人たちもちょっといろいろ見てたんでしょうねでどうも外国の人たちが喜ぶのはこれは舞妓さんだとじゃあちょっと舞妓さんで一つステージに上げてパッと陽気にやりましょうよということをこの3時の人はよっぽど理解があったんでしょうねうークールジャパンということでやったわけですよ、うん、それからずっと伝統として今も続いている。 あそうなのものらしいですね。当初はね、チェリーダンスっていうふうに呼ばれてたらしいです。チェリーダンス。桜の花が咲く頃の、まあ、昔ながらの日本の伝統を引き継いだ踊りなんですよ。っていうことで。<ー>作られた。伝統だったんですね。<ー>その都でずっとあったわけじゃないですか。そうなんですね、うん。この都踊りをやるにあたって。うん、今の、えー、井上流ですかね。うん、えー、日本舞踊の。おっし師匠さんが。はいはい この踊りの仕方なんかをいろいろ調べたり考えたりとかして創作したっていうのがこの都踊りの起こりのそうですねそうやっても言ったらこう近代化とともに京都の伝統というのが大きく躍進を遂げたっていうのはこのその時の立役者が舞妓さんだったっていうことなんですよね。 でこれをきっかけに舞妓芸者素晴らしい藤山ということになりまして、うん、日本全国にこの舞妓さんの素晴らしさというのがどん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 広まっていくようになって東京の画家の人たちもねこの京都に遊びに来た時は必ず舞妓さんを見に来るようになるんですね。 黒田さん名前聞いたことありますね。洋画家ではもう有名な人ですね。で、この黒田清家は舞妓さん見て、こりゃ素晴らしいと言って、うんうん、明治29年ぐらいに京都に遊びに来るらしいんですけどもね。これはいいわって言って、うん、絵を描くんですよ。描いたの。うん、その絵もあるの。ね、この絵もね。えっ、ー、とー焼けちゃったんですけど、うん、それの下絵になった。絵がね。 展示されていたりとか、<ー>うん、あとね、えマイコっていう絵がですね、会期の後半になると来ますね。11月の7日って言いましたかね。 11月7日に黒田世機の舞妓がまた展示展示会がありますので展示されるらしいこれぜひ見てほしいというふうにおっしゃってましたね。それからね有名なね竹内栖鳳っていう京都画壇では有名な人が日本画の有名な人ですけどが描いた「あれ夕立に」っていう絵があるんですよ。カカタナでっていう絵があるんですけどこれね多分見たらわかるんじゃないかなっていう絵です。 これはね、何が素晴らしい、ここにあるんですけどね。うわ、き。なんか見たことありますでしょはい。これはおそらく、憲法です。 ですから、あの絹の布に書かれている、まあ、伝統的な日本画の手法を使っているんですけども。え、舞妓さんが金の扇を顔の横のところに分けまして、バックショットで描かれているんだけど。だらだらりの帯をですね、後ろにこう、ざっとこう、え、ろして。で、また着物も大変、これ綺麗なんですね。青ですか。まあ、群青ですね。すごく鮮やか。岩絵の具ですよ。高級な絵の具使ってるんですね。あ、で、金を、で、まあ、綺麗にこの書かれた扇、そして、この群青と上には六章という。 少し緑がかった絵の具、はいはいね、すごく流れるような説明でしょ。ええ、素晴らしい。素晴らしいでしょ。たた私は小さい時からですね、新日曜美術館を見続けてきておりますのでね、その時に入れた情報が頭の中に全部インプット。特にこのアレユダチには好きなんですよ私。あ、そう。で、この伝統的なこのまあ。えー 緒方光琳とかね、うん、が描いたようなこの絵の描き方だったりするわけですよね綺麗な岩絵の具を使ったこの着物の柄、うん、でそこに今白いこれは不要の花でしょうかね、うん、がこう書いてあるわけですけどもれその舞妓さんが着てる着物につけている帯この帯はですねよく見ると墨で描かれてるんですね。 そう色が違うもんだからこっちはね水墨なんですよ、はあ、伝統的な大和絵の技法と水墨画という技法がいっぺんに楽しめるのがこの竹内製法の「あれ夕立に」という絵なんですけども<ー>これの下絵が今展示されてますそうですか下絵が、うん、竹内製法がじゃあどういうふうにしてこの絵を描いたのかっていうその過程がわかるデッサンなんかがもうよくわかる それが展示してあってこれがね11月3日になりますと本物がやってきますあ,ああそれも完成品がへえやってくるんですねこっちも見たいですねで私ねこのモデルはですね、うん、せいぜい二十歳ぐらいのちょっとまあ色気の出てきた娘さんかなと思ってたんですよ、うん、だってお顔がさ隠れてるからわからないものこれ,これね12歳ぐらいのモデルさんなんですってへえ 二三歳当時の舞妓さんっていうのはね123歳で大体デビューだったらしいんですねお座敷デビュー10歳ぐらいから修行を積んで23年歌とか踊りのお稽古をしてで123歳でデビューっていうのが普通だったらしいんですけどだからものすごくこの子はね幼いんですようそうなんですよ写真もあるんですモデルになった人本当に幼い小学生ぐらいですよねいや今小学生でしょこれ、うんうんね、6年生5年生ぐらいで出てそう子さんっていうね 舞妓さんなんです。あでこの解説はねうちのね朝子さんが読んでます。西村西村朝子さんが読んでますんで、<laughs> えー、それぜひ聞いてほしいんですけどね。浅子浅子ねそうそうそう、ね、ダブル朝子でやってるんですけども。<laughs> <ー>でねこの朝子さんはモデルになって絵が完成したのがえ明治四十二年なんですけど、明治四十二年の絵を完成のあとすぐ明治四十二年の十一月にね。うん 実はなくなってるらしいんですけどね、えー、そうな,んですよくなっちゃったこれからっていう時にねなくなってしまったまだそう思って見ちゃうと悲しいんですけど、うん、絵自体はねとっても綺麗でね、うん、本当にいい絵なんですよねこれが、まあ、今私手元にありますが下絵ですね。ああこれもし こんな感じのものがさっきのもがこんなに何度も何度も先ほど確認して上から紙を貼り直してこんなふうに書いたのかっていうのがね見られますんでぜひこれはねその今の会期中11月3日になる前に一回下絵を見て11月3日にあれ夕立ちに本物が来たらまたぜひこれもね見てほしい。 もう日本の近代日本画を代表する絵ですので。これを見といたら、もう自慢できると思いますそうか。それはもう変えられちゃうのね。そうなんです。下から。そうそ,そう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 。じゃあ並,ね、並べては見られますよね。で、今は見なきゃいけない絵で言うとね。うん、これ口紅っていうね。 岡本真相という人が描いた絵なんですけどこれはですねろろうそくのとこに顔をを近づけててててい直直ししるるんですね引き本来これまでのこの美人画というと着物をきちんと着てそれなりの格好できちんと立った絵が多かったんですけどこの岡本真相という人がちょうどね画学校に行ったんですよ絵の勉強しにそれを卒業する卒業制作で描いた絵なんですねだから相当攻めた絵なんですよね なので本来舞妓さんが見せないちょっと裏側ああしかもちょっとグロテスクちょっと怖いかなっていう怖いしなんかちょっとす,すごいそういう妖艶な色気そう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 そんなの感じる妙な色気黒みを使ってね<ー>怪しささえもたたえている絵っていうのがね今見られますんでこれまた展示会もまたあるみたいなんでん早いうちに行った方がいいですねそれからね北の常富という人が描いた「戯れ」ってこれポスターにも使われてますけどもね美しいこれは相当金かけてる。 絵ですよここれれはだからグリーンのこれもみじ、うん、そうですね石川県の出身の人なんですけどね、はい、あの大阪でね絵をずっと描いていた人で,<ー>で京都の舞妓さんもいっぱい描いてるんですけど、はい、この人が描いた絵なんかねすごくなんとかね画角が珍しいんですよね<ー>真正面から描いていたりとか全身描かないんですよこれなんかバットショットで肩越しですからちょっと上から見てますよね。そうですねで斜め上だわ当時は珍しいカメラあカメメララを持って 持って舞妓さんが何かの写真を撮ろうとしている姿を上の高いところから撮ってしかもその絵を上半分は全部青い紅葉で覆っているそうなのよことなんですよね。よ爽やかなまあ 初夏の絵でしょうかね。そうですね。華やかだし。うん、これは白。か、綺麗ですよね。ししよ他にも竹久夢二とかねあ。あるんですか、竹久夢二。さん竹久夢二もあります。もう夢二がですね。<ー>どれだけ女遊びをしていたかというのがよくわかる。もうみんなね、舞妓さん、芸妓さんに入れ上げてるっていうのがもう、ひしひしと伝わってくる。なんだいろんな地域の画家たちが、これだけ、しかも、だから、もうわかるんですよ。モデルが。自分がこう、感情移入しているモデルだなっていうのが、わかるんですよね。 ある意味今の芸能人とといいいうううかかそういう感覚だったののな、うん、だと思いますね,ね今のアイドル AKB とかう、ね <laughs> うん、乃木坂ちゃんみたいなのにこう入れ上げるような感覚で多分大好きになっていった人たちが画家の人たちにもいっぱいいてそれを残してるのでぜひこれ見てほしいなと思うんですよね。 で、これだけ見てほしいと言った以上はですね、はい、もうこっちとしてもやっぱりこうチケットを用意しなきゃいけないと思いまして、ご用意いたしました。しかもですね、これペアチケットです。はいはい、で、そこにですね、音声ガイドが無料で付くという。やりました。こんなチケットね、世の中に出回ってないんですよ。ないですよ。うちだけ。そう。特別に作ってもらったんですよ。本当は六百円ね。そう。かかるもんですから、音声は、ね。ですから、ペアですから、千二百円。あららら。 ああ、そう、そうなんですか。これぜひともですね、これを持って言っていただきたいなというふうに思います。これ三人の方に。プレゼントいたします。うんはい、そうです。ぜひね、あの会場行って、福ちゃんの声を聞いて。お互いながら、ね、うん、お願いいたします。ええ、三人の方にプレゼントです。メッセージも添えてください。ぜひよろしくお願いいたします。宛先はメールとファックスで受付をしています。まずメールアドレスは金です。 kin.mbs1179.com kin.mbs1179.com ファックス番号は大阪0668099090大阪0668099090いいんじゃないのかかりまで。マイコモダン希望 マイコモダン希望と書いてお送りくださいもちろんメッセージだけでも募集していますあとねこれ一つ皆さんに教えておきたいのはですね、うん、あのこの文化博物館に行きますとね前田コーヒーという京都ではいろんなところにお店を出しているコーヒー屋さんがあるんですよ、うんうん、ここがね今ねマイコモダン特別メニューマイコさんのお茶セットっていうのを出してるんです<ー>であの練り切りかなのお菓子、うんはい、これは桜の形ですかねなんかお花の形ですのお花 花の形のだしとそ,うです、ね、それに、えー、これはね桜餅の小さいやつうわ嬉しい今ちょっと季節が違いますのでなかなか食べることがね,ね今ねうん、うん、できないですけれどもこれが綺麗なね蒔絵の器に入って出てきます<ー>でちゃんとした黒文字が横について<ー>で緑茶が横に添えられて鳥獣戯画の絵が描いてありましたんであ<ー>これもねあの別料金になります900円になりますけれどもぜひね味わっていただきたい なと思いますぜひぜひそちらも行ってください、はい、これ採用させていただいた方にはいいんじゃない特性のゆったりしっとり濡れティッシュかふんわりサラサラ乾きティッシュのどちらかをお送りいたしますまた番組の公式ツイッターもあります、うん、ハッシュタグフクハッシュタグフクで検索してみてくださいフクちゃんの話いいんじゃないこのコーナーはビルダーズハートのニーナ公務店の提供でお送りしました